どうも、北澤です。今回は経営聖杯オータムハンデとセントールステークス州のウィンファイ予想です。先週は8点で5戦3勝ということで、まあまあまあだったかなと思います。まあ、ただ、ちょっと空手がね、完全に抜けてしまったので、そのあたりは反省しつつ、今週も頑張っていきたいと思います。競馬ナビゲーター。それでは早速予想の方に行きましょう。まずは白いステークスから。展開に関してはミスディーナ西の追い風あたりがいくかなと思います。4コーナー5番手以内が良いでしょう。で、内枠より前内有利ですかね。まあ今日の土曜日の状況を見てもそんな感じだと思います。で、エピファニーは倒してきた相手がなかなか強いという印象で、攻防豊かもかなりの強敵で、ここはそんなに荒れないかなという気がします。で、まあ話した2頭ですね。まずエピファニー2走前の3、4着がですね、キングズパレス、そしてエリオトロピオというとこで、まあ、特にエリオトロピオを3連勝して、ウィンファイブリオもたびたび出てきましたけれども、そういった関係から、このまま潜在能力高いと思います。初は無事なら、出遅れとかしてしまうとね、ちょっと怖いかなと思うんですけど、スタート切って、まあ、3、4番手以内につけてくれれば、という感じですね。そして2投目、5号豊か。前走は人気裏切る形でしたが、ちょっとうちで窮屈の場面もあったかなと思います。一勝クラスの勝ち方とか見ても非常に潜在能力高いと思いますし、このクラスは無事に行けば通過点になる、それくらいの馬だと思うんですよね。中山も得意ですし、スタートセンスは本当にいいと思います。いつも発馬はいいので、そのあたりで逆転候補はこの馬かなと思います。その他の人気馬、ミトロジー言及で再三構想実績あって、能力的には通用すると思います。ただいかんせん客室的にちょっと後ろからになりがちなとこが気になるかなと思います。まあ、思い切って逃げたりしたらミトロジーの粘り腰も怖いかなとは思いますけれどもって感じですね。そしてフラワーリングナイト、前走は出遅れ、大外回してやむを得ずといった感じ。ただもともとスタートがあまり良くない鈍いタイプなので、ちょっと今回に関しては展開不向きかなと思いますね。ということでここはこの2頭、上の2頭でいきます。では2レース目、浜松ステークス。ここに関してはスカレットスカイ、エーシンバッカスがいって、その他にも何頭かに先行した馬がいる感じですね。先行争い激化により差しが決まる可能性もあるんじゃないかと思っております。で、枠順に関してもともとこのコース中枠有利かなという印象があるんですけど、土曜日は、まあ、湿った影響もあったのか内枠有利な状況でした。結果的にはうちの馬がよく来ていたっていう感じですね。で、馬場ただ乾いて日曜は変わるのかなという気もしているので、オーソドックスに通常通りの傾向なら中とかやや外とかという感じかなという気はします。で、ここ本当に上位拮抗で大混戦ですね。手広く行くならこのレースじゃないでしょうか。で、コパシーナは鞍上も含めて押し出された一番人気な感じがしなくもないというところですかね。強いのは認めるけどというとこで、わからないので3頭ですね。難しいので、まず鈴鹿金車さ、前走に関しては3郊外走らなすぎでしたね。おそらく疲れが溜まっていたのか、まあ、ちょっと馬の走る気がなかったのかという印象で、2走前の内容は強かったというのも、差し決着の中、まあ、早め行為を取って一旦先頭の形で惜しくも刺されての3着というところで、本来の走りができればこのクラス勝てる力はあると思います。そしてランドボルケーノ、前走は、まあ、新潟ダート戦にしては一個差しが決まった展開で、レースでその中を後位から早めに自ら仕掛けていって先頭からの2着は強い競馬だったと思います。唯一不安なのが、ちょっと長期休み明けでいきなりの空いたね、強いレースをして、中1周2周のところ、構想の反動ですよね。それがなければ、いわゆる2走ボケというのだけ心配ですね。そしてもう1頭、明日場。昇級だし、ちょっとね、あまり買いにくい、買いたくはないタイプなんですけども、ここは展開と枠が魅力だなと思います。スカーレットスカイとエーシンバックスが行って、そのあたりでこの枠から揉まれずに 3,4 番手確保できれば直後から抜け出していくっていう手も
非常に競馬としてはいいんじゃないかなと思います。でその他の人気馬、一応コパシーナ触れておきます。その潜在能力的にはやがてこのクラス勝てる馬だとは思います。ただ過去2勝クラス卒業にかなりの時間要してますね。安定感ある反面まだ勝ちきるのはどうかなという印象。前走に関しても出遅れの不利があったにしろもうちょい差詰められても良かったかなと思ったので、ちょっとここは切ってみます。むしろスカーレットスカイが案外いかなくて外から楽にエイシンバッカスが行けた時の粘り込みの方が怖いかなという感じがする、個人的にはしてますね。いずれにしろここは大混戦で絞るのが非常に難しいレースだと思います。では3レース目、セプテンバーステークス。ここに関してはスイートクラウン、セリシア、フミルワなどが行くのかなと思います。戦利の割にそこまで花主張型、徹底型がいないので、開幕週ということを加味してもある程度の位置が必要じゃないかなと思います。枠順内枠よりなら外枠からでも後位から競馬できれば問題ないでしょう。血統としては FSK× 秩父英国型、あとはヨーロッパ型ノーザンダンスだけもよく来ますね。で過去10年振り返るとやっぱり前走千人組、そして小規模の連勝もたびたびあるレースなので、これに関してはこだわらなくていいかなと思います。でここ1頭でいきたいと思います。スノーテーラー、前走は出遅れて後方からちょっとね行き足もつかなかった感じです。さらにまだまだ前内が残る展開、やや、まあ、最内はちょっと良くないところもありましたけど、それでも内とか前が残ってる日の中で早め進出から大外通ってきてすごい足でしたね、次元の違う足でした。あの足を見せられるとちょっとさすがに買わないといけないのかなという感じがします。長期休養から復帰の2走前から当時プラス16でしたか、まあ、そこも考えると、まあ、成長したそんな印象を受けますね。でここはさっき話した通り展開がそこまで速くならなそうなので、前走みたいな位置取りだと正直怖いんですけれども、スタート後なら2走前みたいに後位からの競馬もできるタイプなので、ここは無事にスタート切ってくれることを信じて、将来性も先取り先物買いみたいな感じでね買いたいと思います。ちょっと来年のスプリンターズステークス、まあそれは先すぎるんで、来年の高松宮記念うまくいったらね、ちょっと出走してほしいなって思ってるくらいですね。浜中騎手もダディーズビビットではなくて、おそらくこの前乗りに、ね、中山に来てるんじゃないかなという気がしますので期待します。でその他の人気馬について一言、湘南の2頭、まずラスボス、まあ、前走は8番人気で来てくれてウィン5でも指名してるので嬉しかったんですけども、ちょっとねやっぱりその一連のレースぶりとか勝ちっぷり見て手堅い反面爆発力に欠ける、連勝で3勝クラスまで勝っちゃうかと言われるとちょっと違うかなという気がするので、ここは様子見をしたいと思います。そして湘南バービーの方、3走前3着の実績ありますが、やっぱり前有利の競馬、残った競馬でしたね。そこから考えても勝ちきれるかどうか、まあ、展開は向くとは思います。だから2着3着というのは十分考えつつも、ちょっとあえてウィン5は蹴ってみようかなと思います。それよりも、まあ、セリシア前走直線最後ババの悪いうちに入ってちょっと伸びなかった印象もあるので、そのあたりで穴ならそのあたりかなと思いますね。でもここは潔くスノーテイラー1点突破でいきたいと思います。では4レース目、セントールステークス。展開に関してはシャンディアムーンが行くんじゃないかなという感じですね。まあまあそのスタート次第にもなるかもしれませんが、そんなレースを想定しております。いずれにしろ4角5番手以内前後がいいんじゃないかという感じ。枠順に関しては内枠よりのコースではありますけれども、土曜日見る限り先行ちょい差しが良さそうな気配ですかね。まあ、差しも決まっていたので、まあ一概に逃げ先行優とは開幕週とはいえ言えない感じだと思います。でステップとしては歴史上前走 G1 出走組を重視、G3 なら3着以内だったことというところで、まあ、G1 組ということを考えてもソングラインはやっぱり、まあ、抑える必要はあるのかもしれないですね。そしてメイケールの折り合いについて、やっぱりここがポイントだと思います。なんか中間順調だみたいなね、成長したっていうコメントも僕
は見たんですけども、そういう時に限って、ね、もう悪い癖が顔を出したりとか、その思わぬ落とし穴があったりという感じになると思いますので、そこは怖いところかなと思います。で、一応ですね、2頭としてはこちらでいきたいと思います。まずメイケール、前走は KO 杯スプリングカップ1004ながら勝利というところで、ここは大きな収穫だったと思います。でもちろんかなり引っかかっていたんですけども、なんとか我慢して勝ったという感じですね。じゃあ距離短縮して1002だからもっと楽に折り合えるかというと、そうではないと思います。タコマスミケンとかその前のレース見てもやっぱり1002でもすごい引っかかってますし、今回もおそらく鞍上がかなり引っ張って手こずるシーンは当然もう目に見えてますね。それでもやっぱり本番に向けてはここは落とせない、ここのメンバーとかそういうの意味をその相手関係考えれば落としちゃいけないと思います。だから想定としてめちゃくちゃ引っかかる、で池添騎手がなだめながらなんとか抑えるというシーンは十分想定しつつ、それでもなんとか押し切ってくれないかなという感じですよね。でもあれだけ引っかかって勝っちゃうんだから、あれを見るとね、あのシーン見たら相当能力自体高いんじゃないかなと、折り合えればもっと簡単に勝てる、もったいないなという感じはしますね。そしてもう一頭ファストホース、これ前回のウィン5予想で金層ダッシュ力鈍くなったと言ってしまった記憶があるんですけど、今回よくよくさらにもう一回 分析して振り返ってみると、もともとこの馬実は33秒前後が天のサンハロン行き来た時もそれぐらいで、それ以上31秒台32秒台になると厳しい馬なんだなというのが過去のラップ見てなんとなく思いました。僕なりの分析としてはそういう結論ですね。そういうことで金層はタバーより重い筋量を背負っていたりとか、すんごい速い馬がいたりとか、48キロでバカっ速いスピードで、とんでもない天皇サンハロンで逃げられちゃったりとかということで行ききれなかったという感じですね。ところが今回ジャングロが回避ということもあって、前述の通りシャンデリアムーンぐらいしか行きそうな馬がいないということで、非常に展開面は有利な気がします。逃げ手薄と、ね、書いてしまったんですけども、シャンデリアムーン行かせて2番手からでもいいと思います。ちょっと復活があるならここかなという気がしているので、この枠は距離差ありますけども、むしろ揉まれずに先行できるというふうに捉えて買いたいと思います。でその他の人気馬について一言、もちろんソングライン、この中では G1 馬、その実績を考えれば絶対に買わないといけない一頭だと思います。ただやはり 1200m のラップに対応できるかが鍵、1004から1006ベストの感がありますね。まあ、お母さんがダート1002ダートですけど勝ってますので、スプリントこなしてしまう可能性はあるんですけれども、どうかなというとこう考えて、やっぱり1002の適性とか前半ついていけるのかなという感じを思うと、ちょっと一歩だけ引いてみようかなと思います。そしてモントライゼ、なんだかんだで想定4番人気ぐらいまで上がってきちゃうような気がします。前走は復活を感じさせる非常に強いレースでしたね。で、まあ、映像を見るとゴール直前もちょっと詰まっちゃってるので、スムーズならもっと差は縮まったんじゃないかなという気がします。でもその前の負け方とか見て、まだ半信半疑、完全復活どうなのかなというところはありますね。ですので、まあ、勝たれたら仕方ない、勝ってしまう、まとめてやっつけるとすればモントライゼかなという感じはするんですけれども、個人的にはまだ半信半疑ということで、ここは好意から競馬できればチャンスありという表現に留めておきたいと思います。ではラスト5レース目、京成杯オータムハンデ、オベレネス、シュディ、シャーレイ、ポピー、インテスライトあたりですかね。クイーンプレミアムがこのメンバーならもしかしたら先行する可能性もありといったところでしょうか。でどちらにしろ4コーナー5番手以内が理想的、枠順1桁番が理想ですが、どうでしょう、14頭というところでそこまでこだわらずで OK かなという気はします。まあ中山マイルのデータ上として7、8枠はやや不利、特にフルゲートの時はという感じですね。そしてレースとしての傾向としては SSK× ヨーロッパ型ノーザンダンサー系、ステップとしては前走 G3 で掲示板を確保した馬を基本に考えると
というところで、もちろん前走 G1 組がいれば重視しますし、そういった格も考えていきたいですね。ということで、ここはこの2頭、まずベレヌス、まあ、マイルのスピード対応が鍵というのは否めないですね。天のサンハロン、そこまで速くないので、このレースの過去傾向を考えても34秒台、下手したら33秒台とか、前半 1000m 遅くても58秒後半ぐらいというところ、そうするとそれに対応しつつ最後まで末脚が残るかっていうのは確かに疑問はあります。ただしやっぱり今回展開面から残りも警戒したいというところが正直な思いです。どうしてもさっき話した通り、なんか、まあ、その首里は前回逃げ粘ってるんですけど、やっぱりスローペースでしたし、もともとこの金5走ぐらい連勝して、その後ちょっとなんていうかな、スランプになった時あたりからスタート難がちょっと目立ってきましたね。首里はね、スタートが出なかったりとかっていうところが あるので、今回無事に行けるかどうかわからない。そして、まあ行って無事にスタートを切ったとしても、どこまで、ね、飛ばしたら持つかわからないというところもあるので、そのあたりでベレヌスの方が展開的にはまず行くイメージが持てるかなと思います。まあ、というのもスタートセンスが、ベレヌススタート早いので、ダッシュ力はもちろんマイルの未経験の、まあ、未経験じゃないですけど、その34秒台っていうのは未経験ですけども、スタートセンスがいいので、ポンといって首里が諦めてくれれば、ここも意外と楽逃げの可能性はありますよね。というところで、やっぱりここは展開考えてベレヌス抑えておきたいと思います。そしてもう一頭シャーレーポピー、前走は残り200まで踏ん張っていましたね。もう一度レース映像を見てみたんですけども、残り200というか正確には100から150あたりで止まったという感じです。ということはやはり距離が長かったんじゃないかという印象を受けますね。でここは得意の戦力、そして先行手薄というか、客室も踏まえて魅力的、また金量も引き続き軽いというところで、マイル適正考えたら買いたいですよね。まあ、偶然にもキャロット2となってしまったんですが、ここから、今回は攻めたいと思います。で、人気馬について一言、まずダリートンホール、前走エプソンカップはね、ウィン5狙ったんですけども、やっぱり切れない、直線長いコースでじりじり伸びるイメージなんですよね。だから一瞬の切れとか高速決着高速係っていうのがちょっと印象が持てない。阪神で早いタイムで連帯はしているんですけれども、勝ち切れるかというとちょっとどうかなという印象を持ったので、あえて引いてみました。そしてミスニューヨーク、中山校舎ではあります、確かに。ただターコイズステークスというのが差し馬向きの流れになって、差し切れるかどうかというのが疑問ですね。少なくとも僕自身はここがあんまり流れないと読んでいるので、そこから考えるとこのまま買わない方向でいきたいと思います。もう勝たれたら仕方ないなって感じですね。そして書いてないけどファルコニアについても触れておいた方が良さそうですね。客室とか、まあ、先行して、そして器用に早めに仕掛けもできるというと、最初はファルコニアにしようかなとも思いました。ただ戦績とか、あとは馬のキャライメージ考えた時に、やっぱり 2,3 着のような取りこぼしそうな気配がしたんですよね。というところで選ばなかったんですけれども、ディープサンクでもありますし、ちょっと怖い面はもちろんありますけど、あえて入れなかったという感じです。ということで今週もウィン5やってきました。8点とか16点とか32点とかいろいろやってますけど、あんまり再生回数的にはそんな変わらなくて、まあね、8点だからなんか注目されるとかそういうわけでもなさそうですね。まあ、ということで、まあ2点1です2点です32点ぐらいが妥当かなというところで、まあ、この点数をで予想していけたらなと思います。で、昨日 YouTube のコミュニティ欄の方で1点予想見たいですかってアンケートも取ってるので、よかったらそちらの方も見てみてください。では今回も動画を最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。